Hey!
ひどい怪我。早く手当てしないと。偉そうに言っておいてこの有様だ。そんな男は放っておきたまえ。不況を買って国を追放されても、さすがは王大院の魔女。予言の竜を打ち負かすとはますます気に入ったぞ。オズワルド様はあなたの願い通り戦い、竜は退けられました。私たちは城に戻ります。なぜだ、なぜその男なのだ。その男は死の女王の洗礼を受けている。いずれあの女のしもべとして死ぬる、抱きすべきものだ。そのような忌まわしきものは捨て、我が手を取れ。王よ、それ以上夫を侮辱するなら私の槍があなたを貫くだろう。命の火を吹き消されたくなくば、私の前から去るがいい。激しいな、まるで炎のようだ。その炎に敬意を払い、今は身を引こう。約束は守られた、そういうことにしておく。だが覚えておいてくれ、私の心の炎をかきたてるのは今もあなたであること。ご主人様がご無事でよろしゅうございましたね。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？お待たせいたしました。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか？かしこまりました。お待たせいたしました。以上でよろしいでしょうか？かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとうございました。ちょっとよろしい？せっかくこんなところまでおいで。よそではなかなか見られない。どうじゃね、オズワルドは。今はゆっくりお休みになっておられます。そうか。一つお尋ねしてもよろしいでしょうか？ん？オズワルド様が死の国の女王と何か関係があるように言う者がいます。それは、育ての親に売られたのさ、魔剣をより強くするために。オズワルド様、まだ起きられてはなりません。願い通り、黒い剣士は呪われた力を得た。交わされた契約の対価を得ようと死神どもはそこいらに潜んでいる。俺の力のついえる時を狙いながらな。ああ、なんという。魔剣がある限り死神は恐れて俺を連れ去ることはできない。しかし力は自身をも呪いで追い詰めるんだ。危ないところだった。礼を言う。だが炎の国へどうして？グエンドリン、オニキスと何を話した？あなたの追いつけを守らず飛び出してしまったことはお詫びします。でも私はただあなたが心配で、じっと待ってはいられなくて。君が俺を。私、あの、王女様。お前はお父様の部隊の？お伝えいたします。ラグナネイブルは新女王を率いる妖精軍に大敗し、コルドロの血を奪われました。まさかそんな。王はご無事ですか？オーダイン様は魔弾を身に受け、王城には戻られたものの、
傷は深く、剣を取ることもかなわぬ状態です。このままでは敵は勢いに乗じて首都に攻め込んでまいりましょう。王女様より献上された指輪も奪われてしまいました。そうか、俺が送った指輪を君は全ては魔王の目論み通り、俺は飛んだ道化だったということか。待って、私は本当に王女様、今は王国にお戻りになり、王団員様にお力添えを。お父様のもとへ戻れませんけれど、王の娘としての責任を果たすために戦いましょう。そう王にお伝えしてください。一人で敵地に乗り込もうというの？死にに行くようなもの。指輪を取り戻せば戦況は変わるわ。父のために、彼のために。あの人を失うのがこんなにも恐ろしいなんて。失いたくない。Yeah!
ここで妖精会なんだか最近you
Yeah!
すごい森に迷い込んじゃった。とも青空シェフモーリーの出張レストランでございます。食材をお持ちでしょうか。あまり、おお、新しいレシピですね。メニューに追加させていただきます。さあ、ご注文はいかがなさいますか。またのご用。おお、すごい。お呼びとあらば即さ、そろそろ、さあ、ご…お任せあれ。お待たせいたしました。他にご注文はございますか。お任せあれ。どうぞお召し上がりください。
にご注文はございますか？かしこまりました。お待たせいたしました。ありがとうございました。Thank you.
すごい。